海上自衛隊潜水艦の22隻体制が整いつつある今、新たな脅威が日本に突きつけられています。世界情勢は劇的な変化をこれからしていくと考えています。案内人の浅香です。今回は最新鋭潜水艦に見るスターリングエンジンの性能を詳しく見ていきます。今後、改修工事を進め、一番艦の、総、流潜水艦が、衝突事故で、ドック入り、素早く改修変更できればいいですがね。これは独り言です。日本を取り巻く安全保障環境も、厳しさを増す中の2022年3月、海上自衛隊に待望の新型潜水艦が就役。これまで当面の目標とされてきた潜水艦隊22隻体制を一旦実現したこととなり、今後この体制がどのようになるのかにも注目が集まっている。今回、海上自衛隊の新戦力として加わったのは太平洋型一番艦の太平洋であり、2018年3月に三菱重工業者の神戸造船所に適合され、2020年10月に進水。この度横須賀の第2潜水隊群第4潜水隊に配備された。太平洋は海上自衛隊の最新鋭潜水艦だけあって、細かな仕様上の数値は公表されていないが、全長84メートル、全幅 9.1 メートルは毎級総流型と同様であり、基準排水量が3000トンと若干拡大されている。また、機関部の方式は、ディーゼルエレクトリック方式を採用した通常動力型の潜水艦であり、重きとなる、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と、発電機でこれを実現しているが、AIP、非待機依存推進ではない。AIP、非待機依存推進とは通常動力型潜水艦において、動作に大気中の酸素を必要とするディーゼル機関を使用せず、連続潜航を行うために用いられている技術であり、これに左右されない原子力潜水艦への対抗上から生み出されたものとも言える。太平洋では、この機関部の構成も、毎級である、総、流型の11番艦、欧流、12番艦、東流の仕様を引き継いだものとなっているが、最大軸出力6000馬力、水中最大速度20ノットと、若干の改善が図られている。毎級である、総、流型は、1番艦、総流から10番艦、小流までは、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機、これに加えて、スターリング機関をも、搭載し AIP、非待機依存推進を実現した潜水艦となっていた。ここで用いられたスターリング機関は、スウェーデンの造船企業、コックムス社が、1980年代に実用化したものを、ライセンス生産を行ったものであり、練習潜水艦であった。朝潮でテスト導入を行った後に採用された経緯がある。海上自衛隊がスターリング機関の採用を決めた理由だと考えられるのは、なんとか保有する潜水艦の連続潜航時間や距離を延長もしくは延伸させたいとの目的があり、その実現に当時実用化されていた中で合致した技術ゆえであろう。世界的に通常動力型潜水艦の潜航時の性能を向上させるトレンドとして、AIP、非待機依存推進は用いられているが、その中でも、スターリング機関は、設備自体が大きく重く、それで得られる力は、水中航行時に、多くても4から5ノット程度と見られている。それでも、海上自衛隊では、個々の潜水艦の水中での能力の向上のために、スターリング機関を採用したものと思われるが、鉛製に変えて、リチウムイオン製の蓄電池の実用化の目途が立つと、後者の利点の方が多いと判断され切り替えられたと言える。これは、
ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と、発電機とスターリング機関によって実現された AIP、非待機依存推進機能よりも、リチウムイオン蓄電池の充電残量のみを把握すれば良いという、運用のたやすさが評価された結果だと見て良いだろう。リチウムイオン蓄電池の実用化は、こうした海上自衛隊の潜水艦の水中での効率の向上が見込まれただけなく、機関部構成の簡素化からメンテナンス等の整備コストや、時間の短縮にも有用だと考えられ、トータルな運用効率を高めたと言えよう。こうして、総、竜型の11番艦、横竜以降、海上自衛隊の潜水艦の機関構成は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機となったわけだが、昨年2021年9月に、オーストラリアが攻撃型の原子力潜水艦保有に踏み出したことが波紋を呼んでいる。オーストラリアは、従来原子力の利用には後ろ向きであり、原子力発電すら回避してきた国であったが、アメリカ・イギリスとの間で、新たな軍事同盟であるオーカスを締結、その前提を転換して、原子力潜水艦保有へと、舵を切った。このオーストラリアの動きは、南シナ海等への有無を言わさぬ海洋進出を推し進める中国に対し、同国が、極めて重大な脅威だと、それを認識したためだと、解釈されているが、この決断に、日本も習うべきではないかとの意見が噴出している。オーストラリア海軍が、アメリカとイギリスのどちらの攻撃型原子力潜水艦を調達するのかは、未定であるが、いずれにせよ、両国の原子力潜水艦であれば、燃料棒の交換は、退役するまで不要になるとみられ、長大な連続潜航距離と時間を獲得することになるだろう。これは、オーストラリアが原子力潜水艦を活動させるとめされる南シナ海は、同国から遠距離であり、かつそこに潜むであろう中国海軍の核弾頭を、運用可能な SLBM を搭載した戦略型の原子力潜水艦を牽制することに、最大の目的があると思われる。こうした任務のために、オーストラリアが今後調達する潜水艦の動力としては、その選択肢に原子力が最適と判断されたものであり、その意味では、日本の海上自衛隊に必要とめされている潜水艦の能力とは必ずしも一致しない。日本の海上自衛隊における潜水艦の役割とは、太平洋戦争後に、一時はアメリカによって禁じられていた、その再保有が認められ、以降、旧ソ連の SLBM を搭載した戦略型原子力潜水艦が太平洋方面へと進出してくるのを防ぐ目的を追ってきた。これは、具体的には、北側から、順二層や海峡、続いて、津軽海峡、能下支鉄島海峡、大隅海峡、そして宮古海峡という5つの日本の周囲の海峡を潜水艦によって封鎖することを起としており、戦術としてそこで待ち伏せを行うことを意味する。現在は太平洋戦争後の旧ソ連との冷戦時代と異なり、日本の最大の仮想敵国は中国へと軸足を移しているため、南側の津島海峡、大隅海峡、宮古海峡における行動に重点が置かれた感もあったが、昨今は再び北の脅威も無視できない。昨今はロシアが日本の経済制裁に反発して、北方での牽制とも取れる行為を取り始めたためであり、北方領土におけるミサイルを使用した軍事演習やヘリによる領空侵犯、艦隊による津軽海峡航行とその挑発が増えている。前述したように、海上自衛隊の潜水艦は通常動力のみであるため、その水中での最大速度は20ノットほどに過ぎず、敵の原子力潜水艦や、
駆逐艦等の水上戦闘艦が、軒並み30ノットほどの速力を発揮することを考えれば、待ち伏せの戦術しか取り得ない。それを考慮すれば、水中でも、高速を発揮可能な原子力潜水艦であれば、戦術的な運用の幅は、広がるとも思えるが、5つの海峡を封鎖するという潜水艦に求められる、戦略的な目的は不動であり、本当に、原子力潜水艦が有用か否かを判断する必要があるだろう。日本も、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきだとする意見そのものは、最初から排除することは、すべきではないだろうが、技術的に建造が可能か否か、コスト的に、どうなのか、盗聴器運用を含めた費用対効果を検討して判断すべきと思われる。一部では、日本でも潜水艦に搭載する VLS、垂直発射艦の検討が始められているとの情報も漏れ聞こえてきており、これについては、対地攻撃能力を潜水艦に付与しようという試みだとも思われ、兵器としての位置づけの変化も感じられるものだ。